皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、やっていきたいと思います。任天堂スイッチですね。いや懐かしいね、もう何も覚えてないけど、とりあえず始めていきましょう。まあファイル1でいいでしょう。辛口モードなんてあるんだ。受けるダメージが通常の2枚。いや普通でいく。まあリンクでいいっしょ、名前は。ゲームボーイだったよね最初ゼルダの伝説。まあ最初は本当にファミコンとかディスクとかそういう世界だったけど、まあスーパーファミコンで大ヒットして、でその後その続編としてゲームボーイで出た。でなんかね、あの道具屋だか武器屋だかで、あの物パクって泥棒になった気がしますね親父がブチ切れてサンダーかましてあのぶっ殺されるっていう、それは覚えてる。マリンちゃん、もう登場人物すら覚えてないからね。あ、気がついたのね、よかった。もうダメかと思った。怖い夢を見ていたみたい。ひどくうなされていた。ゼルダ違う、私はマリン。意識がはっきりしてないのね。ここはコホリント島。そんな名前だったっけ。あ、動ける、あ、動ける。ジャンプとかできんの。それはさすがにできないか。ジャンプはでもなんかアイテムでジャンプできた気がする。持つ、重くて持ち上げられない。これあれか、パワーグローブみたいなの手に入れなきゃダメなんでね。調べる。これ何、何かを置けそうな台座。パックンフラワーなんだそれ。話そう。道に沿って南に歩けばあなたが流れ着いた浜辺。あなたが島に来てから怪物たちがこの辺りにもうろうろするようになった。気をつけてね。なあリンク、起きただか。オラはタリン。気分はどうだ。どうして名前が分かるのか不思議だってか。縦の裏に書いてある名前を見た。ほらこの縦だ。あれこれいきなり持ってんじゃん。縦が戻ってきた。 R を押している間敵を弾ける。え、メニューとかだって、おお、人のタンス勝手に、まあ、そりゃそうだよな。メニューは平、あ、勝手に装備しだした。 R、 L とかは今のところ特に何もない。あ、 R 両方一緒だね。 R1、 R2。まあ、まだ剣を持ってないからね。とりあえず外へ行きますか。じゃあメーベの村。あ、ニワトリがいる。もうニワトリいじめすぎると襲ってくるからね。いや今回もそうなのかって言われたらちょっと分かんないけど、人には話しかけておきますか。兄ちゃん、セーブしたいときはシステム画面でセーブ、プラスでアイテム画面を開いた後 R を押せばシステム画面。なるほど、これで開くのか。何も持ってない。縦、緑の服だけ。左は多分ハートのかけらだよね、システム的に。これなんだ、まあ分からんけど。あ、ちょっともう一回見てみる。Y ボタンと X ボタンでなんか物が使えそうだね。キツネ、え、これすら持ってないの、マジでしょぼすぎだろ。え、じゃあここ行けなくね。じゃあこっち行ってみよう。なんか電話があるんだけど。ウルリラじいさん、じゃあジーコジーコジーコプルルガチャ。ハロー、ウルリラじいさんじゃん。島のことならわしにお任せなんだこいつ私に電話してください、どうぞよろしく。ちなみに村には図書館がある。どうしていいかわからんときはそこでいろいろ調べてみよう。なんだマジで電話がつながってんのがすげえな。このおばあちゃんは、ヤッホー、私は元気だよ、あんたも元気か。こいつは、あ、こいつウルリラじいさんなの。なんというか電話してくれ外からな。とても無口の人のようです。ちょっと持てねえんだ。特にその画面とかは角度変えられないね、多分このアングルでやっていくのか。ワンワンがいる。これダメージ食らうの。食らわない。コワンワンみたいなのがいるな。キャンキャンなんだ。うちのワンワンは毛並みが自慢。毛なんて生えてた。右側もなんかワンワン小屋があるね。あ、こっから入れんのか。いや入れるか分かんないけど入れるわ。
け骨みたいになってんだけど私おしゃれが大好き、ピチピチボディのキャンキャン、なんか可愛いアクセサリーが欲しい。喋れんのかよそもそも、怖えなこれ何を食ったんだろうか。この子供たちはなんか動けん。ハートがなくなりそうな時は大きな妖精のところに行く。なんだ結局何もわかんねえな。地図を見るときは、ああマイナスボタンか。 A で印をつけたり X で思い出を振り返ったりできる。へえ、ああなるほど、ちょっと地図が広がったね。ああ、ここ図書館か。一応全部読んでいきますか、せっかくだから。アイテムセットの方法、この本読もうかな。いらなくねそれは。やり方これ、あ、ここら辺なんかチュートリアル的なあれかな。回転切りとかもいいや、いつも通りでしょ。盾の使い方もいいや。これは秘密の本、この本読みたい。これは見通しレンズがなければ読めません地図、いや多分なんか全部良さそうだな。ワープの法則、これ読んでみるか。ワープポイントがあります。他のワープポイントへワープすることができます。一度も見たことないワープポイントにはワープできません。すげえ普通のことしか書いてない。爆弾を担げる、知ってるよそんなこと。これは本棚です、知ってるって。あっそう、これなんかぶつかって落とすのかな。多分ダッシュできる靴が手に入るから、ダッシュして本棚にぶつかってあの本を落とすと。これ多分上からだね、上から落ちるけど、この草すら今どうにもできないからな。モリブリ、まあ最初は海岸に行けってことだよね。どこにも行けない、この草を枯れない限りどこにも行けないから。釣りがある、最高記録なし。あ、釣りできるんだ、うん、お金がないから結構です。64の釣りとかはなんか結構やった気がする。すげえでけえのって言ったもん。時のオカリナか、時オカはね結構やった。あ、これなんか連れてってくれなかったっけ、道具屋さんから。これまたパクれんのかな。なんかこっち向いてる隙に外に出るんですよ。いや今回もできるか分かんないよ。多分ね、買う時ってこの道具を持ってこの人に話しかけるんですけど、でこれ上向いてるじゃないですか。その隙にね店の外に出るっていう。さ、お金が1円もないからどうにもできん。名前が泥棒になるんだよね。いや、いけないな。ちょっと村での情報収集を終えたら、この家も入れそうだね。ちょ、行けるところは行っておきましょう。つながってんのか。すげえベッドがいっぱいある。四つ子の親父パパール、山で遭難する。ヨッシーの人形を欲しがっている。村のゲーム屋にある。え、ゲーム屋なんてあんの。いけないところかな、こことか。ゲームをするにはこの岩を持たなきゃいけないとかさ、厳しすぎでしょ。これ最初の家だよね。で下が電話屋さんで、ここワンワンの家で、ここ図書館だった気がする。あ、リンゴとか、なんかこれも多分体当たりすれば取れんだろうな。トロンボ海岸、じゃトロンボ海岸を目指していきましょう。だってこれも行って早速食らっちゃった。おいおいおい、跳ね返せはしないね。やはりまだ剣を手に入れよう。トロンボ海岸、これ押し出せる、押し出せるわ。ウニ注意、素手で触らないように。ウニなのこれ、ただのただのウニではないだろう。とにかくね、いった、武器がないと始まらない。あった、あれ、あ、
なんかいたな、そういえば。袋。ほほ。坊やがその剣の主か。なるほどなるほど。魔物どもが暴れ出すわけだ。風の魚の目覚めを告げる使者が現れた。風の魚を起こさねば、その使者は島から出られない。村の北にある不思議の森まで来るがよい。待っておるぞ。よし、ゲット。なくした剣を手に入れた。名前入りだから間違いない。敵を攻撃できる。 B で振ります。いいね。おお、ゼルダの伝説の音になった。おお、回転蹴り。こうか。きた。最初ヒット数が低すぎるからな。ハートくれ。ただこれで探索範囲がめちゃくちゃ広がったはず。これを切れないのか。これ横から取れる。横から取れないんだよね、ゼルダって。こっちは何もないか。あとはそうだね、アイテムを取ってって。あれ、この猿なんだろう。話せる。敵。あ、ここに家がある。行ってみよう。なんだ。わしはここの管理人のセール。缶詰を集めるのが趣味。弟はどこぞで芸術家をやっている。うまいもん食うてた方がええと思うんやけどな。ああ、壺は剣で壊せんのかな。こっち弱いね。経験倒せる。ルピー落とさないね。あ、金ゲット。ちょい下の方ちょっと見てみますか。せっかくだからなんかあるかもしれない。ちょっとリンクが遅い、動くのが。ダッシュできるものが欲しい。結局こっちに繋がってるってわけ。あ、金金。緑は1円、青とかだっけ5円とかになるの。青、赤、なんかそういうのがあったよね。2種類はあるはず。そんないっぱい種類はないんだよね。あれ、これ穴があるけどどうなるんだろう。落ちたら、ただあれか。どう、あ、取れねえな。これをゲットしたことによっていけるところが増えた。まずここがいける。ハートゲット。落ちよう。お、ハートのかけら。確認できるよ。4つ集めて1つのハートになるのかな、いつも通りだったら。でも最近のゼルダ俺やってないんで、その Wii U とかで出てたやつで。ここがいけるようになりましたと。これ何屋さん。あ、ここがゲーム屋さんか。一回10ルピー。もう金がないんだよ、とにかく。ハートのかけらは欲しいね。まあ、ヨッシーとかもあったけどさ。お、右に敵がいる。ここは一気に行こう。お、なんか手に入れた。秘密の貝殻、何に使うんだろう。確かに地道にこうやって金を貯めていくしかないのか。一回じゃあ、あのマロンちゃんに挨拶していきますか。10円手に入れた。結構お金怒ってんね。鶏攻撃しすぎてくるかな。やってみよう。すぐあの家に逃げ込めばいいんで。あ、マロンちゃんあん中にいるないか。で来て、あ、来た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 、行って行って行って、逃げろ。一安心。誰もいないからタンスの中あさってみる。タンスを調べた。
なかなかいいダンスだ。どうする？あ、壊せない。粒は壊せないか。じゃあちょっとマロンちゃんに話しかけますか。マリンだった。タリンは森へキノコ取りに出かけた。歌うのが大好き。風の魚の歌。シカと。内側じゃないな。左側からか。もうあとちょっと 1.2 倍とは言わなくてもさ、 1.5 倍くらい早く動いてほしい。こっち釣り屋さんだ。こっち側か。不思議の森。3だからな。フクロウが来た。不思議の森にようこそ。目覚めを告げし勇者ども、この島はコホリントという地図には決して乗らぬ島。坊やの世界と地と違う断りで成り立っている。島から出るのは無理じゃろう。コホリント島を治める神風の魚が眠る限り外への道は開かない。ところで村の南のテールのホラーナー見たか？いや見てねえよ。この森にある鍵を持ってテールのホラーナーに行くかよ。風の魚は見てるぞ。あ、とりあえずこいつの言う通りに進んでいけば物語は進むと。若干視界が悪いね。あ、こいつか。こんなさ、行って槍持ってるなんてさ、普通の人間が相手したら死んでしまうよ。そんな物騒な世の中なのか。ガードしながら行こう。これガードしながら剣振る。一応振れんな、ま、いや振るときはガード解くけど、こうやちゃんとやって OK。 あれ今度は敵なのかさ、どうかわかんねえんだよ。敵じゃなかったし。いたずらたぬき。粉っぽいものは嫌い。いや意味わかん。不思議の森で迷うだべ。わからん、なんかどっか飛ばされたぞ。お、金5円。僕はゴリ押す。だから相手なんとかしなきゃいけないってことだね。粉っぽいものを手に入れて。なんだ、ひび割れ床に注意。重たい人は乗らないように。あれこれはなんか早速ちょ待って、いって、うわ崩れてしまった。あ、ただこれ壊せるは壊せる。いや無理だよね、どうにもできないよ。押せる？ちょっとくらいだったらいけんのか。さささささっと。ああこれでもさ、これ押せる？いや無理だ、押せない。こっちにも押せた。これやって、あいけんじゃん。金50ルピー割と嬉しい。確かにね、今金欠だからな。あー出たね、こういうやつ。適当に行こう。これで出れるは出れるね。これ壊せんの？あー持てないか。あ、ここでさっき見たところに、あ、ちょっと盾構えてる。なるほど、そういうことか。剣持ちだったんだね。これ何？キノコを拾った。こいつは槍持ちか。槍持ちは槍を投げてくる。遠距離攻撃か。これ絶対あっち行けないっしょ。落ちるだけで。このくらい振ったらなんかもう横から行けよっていう気はするけど、そういうものでもないんで。
これはとにかくもうこれを壊せるように壊せるっていうか、あれこれ何 どっちから行けばいい、一歩しか動かせない、帰れなくなったんだけど。時は攻撃力が上がると強いんだか弱いんだか分からん。ほらいけるドングリ守りの木の実めっちゃ手に入る。あーあそこにタヌキがいるんだね。あいつまずだからなんとかしなきゃいけない、なんとかしなきゃいけないけど今のとこ持ってんのはキノコだけなんだよな。かといってアイテムがあるわけでもないんでちょっとうろつきましょう。後ろからこれ結構長くない？終わった。でこれも無理でしょ。でここも穴でしょ。とりあえず進めるところへ進んでいきますか。あ、抜けちゃった。堀と平原に来ちゃったよ。いったー、すげー減る、1減るんだけど。なんとあれは気まぐれトレーシーの家。あーもう立てたってか死ぬこのままだと。これにハートをくれ。よかった、1回復した。あの森でなんとかしなきゃいけないかな。すげえ厄介なとこにいる、ちょっと怖い。あ、このなんか怪しいところでキノコなんとかしてくれそうじゃん。キノコからなんか抽出してくれそう。3秒でいいものを作ってやろう。寝ぼけ竹ただで作ってくれんの、勝手にやりだしたけど。ほら粉みたいなのできたよ。回数に気をつけて使えよ。まずはこの部屋のどこかに振りかけてごらん。魔法の粉セットして、こっちかこっち、上にしとこう。これは、おおすげえ。敵の中にも変化するやつがいるかもしれん。なくなったら森でキノコを取ってくるがいい。新しく作ってやろう。キノコがなかったら残りを分けてやる。金をもらうかな、まあ、それが一番早いよね。でもまあ20回、まあ1回使っちゃったけど、数には余裕はありそうだね。よしこれでこいつマジ厄介。お前を倒す。無駄無駄無駄、分裂するんだよな。金はゲットしておきたいから倒していく。あ、これ一応あれだね、盾構えながらは貯められるね。これでつけるこれつけるんだよ。100円貯まった。いや、いっぱいいるな。ちょっと一品始末していこう。いってで、このキノコじゃねえや、タヌキ消えろ。めっちゃ苦しんでる。あれおっさんじゃん。キノコをかじったらタヌキになった夢を見た。何をやったか覚えてない。なんだか楽しかった。この野郎、覚えてないからって許されると思うなよ。こいつ、もう少し休んでから家へ帰る。いや、この魔物とかどうすんだろうな。
これはなんだこれ、テールの鍵か、これが。その鍵を持って南の、あ、村の南のテールのホラー穴に行くかよ。その奥に眠る楽器を見つけ出してみよう。風の魚は待っている。じゃあまだちょっとこの先には行けないんで一回戻りますか。ちょっとなんか景色に同化してた感じがした。粉は18個あれば十分でしょう。ハートが3つっていうところがな微妙なんだよね。よし、じゃあ家に戻ってきましたので、鍵を手に入れたところですし、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。